いや、食後のお茶は最高だな。美味しかったね、お寿司。寿司。たまにはいいな、魚介類も。先生、普段何食べてるのか気になる。寿司。でもよかったね、カッパ巻きの黒い噂、ただの都市伝説だったみたいで。まだ疑いは晴れてないけどね。とりあえず近所の回転寿司屋さんに関しては白でしょ。裏で人間のバイト君が一生懸命作ってたんだし。機械がね。うん、人間と機械がね、力を合わせて作ってたんだし。あんなにオートメーション化されているとは思わなかった。寿司屋の裏側も今は進化しているんだな。寿司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 。聞こえない？やっぱり幻聴じゃなかったんだ。おーい、誰だ、誰なんだ。すすしすすしすし。ダメだ、さっきから寿司しか言ってくれない。すめしすめしすめしって言った。誰だ、隠れてないで出てこい。隠れてないよ、もう出てるよ。へー、